だからコンビニで買って食べます、サンドイッチか。あ、ここ、あ、でも準備中だ、準備中だよ。あ、そこも、そこは、そこも準備中。どこ、そこ、こ、串揚げ。串揚げって T さんご飯行きませんかってよ。あ、支度中だ、支度中だな、時間がな。串揚げ、時間的にきつい。居酒屋かよ。そう、居酒屋でもでも何でもいいんだよね。でも、え、あ、何分ありますか、探せる猶予。いや、駐車場。え、駐車場、駐車場にしますか。食べれないの。ね、うん、車でいいか。じゃあ、そうだね、とりあえず。でも一番大事なのは応募です。応募の、うん、応募しなきゃいけないんで、車一旦行こうじゃん。はい、ね、時間が余ったら、まあ、ご飯という形で、うん、とりあえずね、皆さんなんか応募したくて待ってる方とかもいると思うんで。そうですね、マリア PSP が電話します。どうしよう、なんか電話してさ、弟とかだったらすげえ焦る。弟もね、会員だからね。あ、じゃあ一回車入るとき、ちょっと待ってください。二重にさせてください。はい、二重にします。晩ご飯、マリアただ飯食わせるよって。はい、そら直球すぎるでしょ。二重にさせていただきました。はい、二重に。弟にメゾン、メゾンの行かないかなって。マヤさん、車入ってもらっていいですか。入っていいですか。もう、はい、わあ、じゃあ結構でもグッズ今日ゲットしましたよ。あ、このポスター、金さんのポスターは私のリュックに入れる。マヤさん、中入れます。中入ります。あ、入ります。はい、一回これ僕どけましょうか。はい、はい、ありがとうございます。すいません、失礼します。よいしょ。あ、すごくマリア、引っかかってる、引っかかってる。サウナ状態です、車内が。はい、はあ、でも時間が経つのがすごく早かったな今日。ああ、あららら、あららら、わあ、わあ、荷物が受けます。わあ、こんなにいただけるとは、本当ありがたい。番組名完全に合ってないとダメなのって。いやいやいや、あの、大丈夫ですよ、雰囲気でいいっすよ。うん、分かればメーカー訪問でいい。マリア、マリア PSPP のメーカー訪問でも何でもいいし。あは、さすがにフラグティエって言ったら足らないけどって今レッドさんが。はい、分かれば。何が当たるか分からない。一応今のところランダムっていう感じにはなってるんだけど、そこちょっとまた相談しましょうかね。最終的にどうするか、ダイソンさんにね。さあ、でもどうするのがいい。でも一番ランダムなのが揉めないと思うんですよね。やっぱり欲しい商品とかに結構集中しちゃったりとかもしそうなんで。え、もうじゃあ、もう送っちゃった方がいる。あ、じゃあもう、じゃあランダムでいい。ランダムなのかな。あ、ランダムだって。はい、ランダムで、ランダム確定です。はい、あ、今レッドさんがランダムだから、パソコンの、あ、パソコンでやるよ。パソコン、パソコンはダメです、ダメです。はい、ランダムだから漫画の可能性が 50% 以上。はい、34分の20。そうですね、あの、浦宮本舗の 36? 漫画がプレゼントが、ああ、じゃあほとんど漫画っていう。ほとんど漫画じゃねえか。ちなみに漫画がですね、まあ後でまた説明するんですけど、浦宮本舗の1巻と2巻、新刊ですね。新刊って言い方していいのかな、中古じゃないよっていう意味ですね。漫画は外れじゃないですから、むしろ漫画嬉しい。私これ欲しい。はい、二分一漫画かよ。でもほら、そのね、二分一にギャンブラーは二分一好きでしょ。